ここからは毎週火曜日の暮らしと健康企画、岩手元気丸。今週の担当、宮本アナウンサーです。はい、まずはこちらを見てください。 42%、 これは一体何の数字かと言いますと、はい、梅雨の時期に体の不調を感じる人の割合です。ウェザーニュースが2019年におよそ8000人を対象に行ったアンケートの結果なんですよね。さらに今年は梅雨入りが例年より早いと言われています。5月下旬にウェザーニュースが発表した予想では、岩手県を含む東北北部は6月の上旬に梅雨入りすると予想されていまして、ちなみに去年は6月25日でした。まあ、梅雨のシーズンがどんどん近づいてきているということですね。そうなんです。雨の日が続くと起きる体調不良、そして症状や予防について医師に聞いてきました。梅雨の時期になりますと、急激な気圧や気温の変化によってですね、さまざまな症状が出てくるんですが、特に多いのが頭痛やめまいや吐き気、むくみや関節の痛みなどがあります。こう話すのは盛岡市の直屋脳神経頭痛クリニックの佐藤直屋医師です。詳しい原因は分かっていませんが、梅雨の時期の激しい気圧の変化が影響していると考えられています。気圧の変動が大きいと内耳にある気圧センサーがその変動を感知し、自律神経が乱れ、さまざまな症状が出てきます。さらに梅雨の時期は他のシーズンと比べ、祝日のない期間が1ヶ月以上続くことで疲れがたまりやすいといいます。症状が出やすい人は、雨が降る前にめまいや眠気を感じやすい人、新幹線や飛行機に乗ると耳が痛い、乗り物に酔いやすい、偏頭痛などの持病、ストレスを感じやすいといった方です。原因が気圧や気温の変化なので、それぞれの症状に合った対症療法になります。例えば頭痛の場合には鎮痛剤や偏頭痛治療薬、めまいの場合は抗めまい薬などになります。ある程度日常生活や仕事に支障が来たすような症状が出た場合には、医療機関を受診されることをお勧めします。頭痛やめまいの場合は脳神経外科、耳鼻科、関節痛は整形外科、気管支喘息は呼吸器内科、むくみは内科、症状に合わせて受診しましょう。朝少し早く起きてしっかり朝食を食べるなどしてスイッチを入れましょう。雨の日や曇りの日は気分が落ち込みがちですが、カーテンを開けて室内に光を取り入れるようにしましょう。寝る前に目元を温めるなど、リラックスすると質のいい睡眠をとることができるということです。さらに自律神経を整える耳のストレッチを紹介します。皆さんも一緒にやってみましょう。それでは耳を掴んでいただいて、上下と横の方に5秒ずつ引っ張っていただきます。と下と、あとは横ですね。次に軽く耳を引っ張りながら後ろに5回回していただきます。次は耳をつまんで畳むようにして5秒間つまんでいただきます。最後に、手のひらで耳を覆いながら後ろに5回回していただきます。血流を良くして自律神経の働きを助けるといいます。これを1セットとして1日3回を目安に行ってみてください。なんだかじんわりしてきて、いろんな方向に引っ張ると気持ちいいです。そうなんです。それが血流が良くなってる証拠ですね。はい。いや、あれですね。梅雨時の体の不調というのは、はい、気圧の変化が原因が
なっているということですね。そうなんです。マッサージも1日3回を目安にやっていただきたいですし、何か気になる症状があれば医師に相談してみてください。はい、わかりました、はい、今週の岩手元気丸、宮本アナウンサーでした。